久保さん。まあおそらくですね、人生の中で多分久保さんとの対話が断トツ一番になるでしょうね。親兄弟、えー、子供、えー、奥様、それより僕との会話の方が断然でかいと思いますね <laughs>。いや僕もね、あのー、正直その、思いますもん。 毎日久保哲郎ですからね <laughs>。毎日久保哲郎なんで、すごいですよね、これね。そう。だからまあ、あの、僕が一つ言ってるのが、あの、この沖んの木気になる木っていう日立のね、CM があるんですけど、まあ、一度見たことあるんじゃないですかね。この沖んの木気になる木みたいな。あの、めちゃめちゃでかいんですよ。あの木。 日立の,あのでかい木いやぶっちゃけ、あれでいい、あの幹、あの幹というか、あれ一個あったら、もう不動じゃないですか。不動ですよね。で、そっから枝を生やすっていう。だから僕の理論は、あの木をイメージですよね。太い幹をとにかく作るっていう。だから僕は、あの、この本ね、この情報商材完全バイブルっていう本を出して、もう腹くくったんですけども、情報ビジネス。 これで太い幹を作ると、とにかく、この木何の木、気になる木っていうね、あの、クソでかい幹を作って、そこから枝分かれして、まあ、40歳からね、投資とかもしてきますしたあの、すると、あの、なんだ、こうしていくっていうのは公言してるわけなんだけども、あの、絶対ぶれないのが発信ですね。絶対これ、どうあがいてもぶれないですね。うん。だって、誰に何と言われようと、自分が決めてるので。 多くの人は自分が決めても自分が決めてるんだけどブレるっていうね。よくわかんないですよね。久保さんどうですか <laughs> 自分で決めたんだけどブレるみたいなね <laughs>。決めてるのかなみたいな。まあしょうがないですよ。変わることもあるし考え方も変わるけれども、これだっていう一つはブレちゃいけないかなと。これだというもの。で、少なくとも僕は情報ビジネスに関してはなんでこれだと言い切れるのかっていうと、本当にリスクがないんで。いくら動画撮ってもね。 YouTube に何万本アップロードしても、月額費用取られないんですよ。すごいことじゃないですか。だから、ブレ、ブレ、ブれることがないっていうのはうーん、ブレできるからですね。もしこれがね、動画本数がいっぱいアップロードされたら、毎月固定費100万ですよと。1万本アップロードしてる人は、サーバーがすごくあしあの使われちゃうんであの、毎月100万払ってくださいみたいになったら、僕できないですね。多分続けられないです。 本当、グーグルはね、神ですよ。本当ね、神がいるとするならば、僕はグーグルだと思いますね。これを、このサーバーをね、無料で提供していただけると。だから僕ね、一時期ローカルで保存してたんですけど、20テラぐらいあるんですよ、ハードディスク。でも、買いまじし,したくねえなと思って、まあ、バックアップも取ってないんですけど、その商品はバックアップ取ってますけど、20テラっすよ、ハードディスク。もう、いくら買ってもね、もう動画どんどんできちゃうから、これもう、お金いくらあっても足んねえなみたいな。 だからローカルで保存したら自分でハードディスク買わないといけないんですよ。YouTube は本当すげえなと思いました。Google は。何万本いけるんだみたいな。Google への挑戦というか、神への挑戦ですね。もはや神への挑戦です。あの、これタイトル、神への挑戦にしときましょうか。いってらっしゃい。